はい、皆さんこんにちは、つつみです。本日の動画では、2021年最新版の LINE 公式アカウントにおけるメッセージの配信についてお届けをしたいと思います。メッセージの配信に関しては、こちらをタップいただくと、メッセージリストとメッセージを作成というのが出てくるかなと思います。今回はメッセージを作成しますので、こちらのボタンをタップしてください。 それではまず右側にプレビューが出てきますけれども、これは後ほど実際にメッセージを送るときに、どんな文章としてスマホ上に現れるのかな、そんなようなものが確認できると思ってくださればと思います。それではまず配信先なんですけれども、当然これ全員に送りたい場合は全ての友達。逆に絞り込んで、特定の方に送りたいなと思ったら、ここで絞り込みができます。 絞り込みの仕方は様々ありますので、今回はすべての友達に配信する仕方をお伝えをしたいと思います。絞り込みはまた概要欄に貼っておきますので、セグメント配信の絞り込みの仕方が知りたい人はそちらをご覧ください。それでは配信日時、今すぐ配信か、もしくは予約投稿かということで選んでいきますが、今すぐ配信の場合はこちら。予約投稿の場合はこちらで自由に日付と時間を変えることができます。今回は今すぐ配信を設定しましょう。それでは次に高度な設定です。 高度な設定は3つありますが、順に簡単に解説していきます。まずですね、通常のメッセージのこの場合は、タイムラインに同じように投稿することができます。ちなみにタイムラインというのは、こちらにある通り、例えば LINE 公式アカウントのタイムラインにこちら文章を投稿すると、それがまあ登録者の LINE の個人のタイムラインにこうバーッと流れてくるようなイメージになります。 でこれ基本的にここにいいねボタンとかもありますけれども、いいねとかコメントができるようなものになりますので、まあ、合わせてこの送ったメッセージをタイムラインに投稿したいなと思った場合は、こちらにチェックを入れるといいかなと思います。タイムラインの投稿に関しては、こちらもまた別途動画にして撮影しますので、興味のある方はまた概要欄から関連動画を見てください。それでは続いて、配信メッセージの条件を指定すると。これどういうことかというと、じゃ今回は 実際に7000人以上の方にこの登録者に送っていくっていうイメージになりますけれどもじゃあ上限を指定して1とかとやればこれ今ここに現れている通りえランダムですね登録者の方からランダムで1人送るというようなイメージになります10ってやったら当然これ10人になりますねどういうケースで使うかっていうのはあのそれぞれ異なるかなと思いますが例えば毎月10名の方に毎月末にプレゼント配信を送るとかっていうことも可能になりそうですよねそれから AB テストを作成です これまた別途動画にしようと思っておりますけれども、実際にじゃあ AB テストって何なのかなというと、今回まあ約7700人のお友達がいます。じゃあそれぞれ同じような内容の配信なんだけれども、動画で送る方がいいのかな、それとも文章で送った方がまあタップ率がいいのかな、制約率がいいのかなっていうのをまあ半々でですね、A は動画、B は文章みたいな感じで、それを分けて配信することができますよっていう、これが AB テストになります。しかし一方でこの AB テストというのは、 有効友達数がですね、5000人以上いないと実際にこれは出現していないかなと思いますので、また興味のある人はこちら別途動画で撮影しておりますので、概要欄からご覧ください。それぞれ簡単に高度な設定をお届けしました。それでは実際にメッセージの配信なんですけれども、まずそれぞれの1回ごとの吹き出しに最大500文字まで送ることができます。例えば、こんにちは、堤つつですというふうにこのようにまあメッセージを追加すると、このようにプレビューで確認をすることができます。 こちらの吹き出しに関しては、追加を押すと、このように、またこんにちはとですね、また別の吹き出し、2個目が出てくると。最大この吹き出しというのは3つ。それぞれが500文字まで送れますので、MAX で1500文字まで送れるよというようなイメージですね。削除をしたいときは、こちらのバッテンボタンを押せば OK です。ちなみに、文章だけではなくて、例えば、こちら、スタンプですね。ちょっとこれ外しますね、一旦こちらスタンプ。それから写真。 そしてクーポン、リッチメッセージ、リッチビデオメッセージ、動画ボ、えー、ボイスメッセージ、音声ですね、リサーチ、そしてカードタイプメッセージ、このようにさまざまなバリエーションがあります。例えば、じゃあ、こんにちは、今日はクーポン配信します。ここからクーポンゲットしてねっていう場合は、例えば一つの吹き出し目にメッセージを入れて、追加ボタンを押して、こちらから、例えばじゃあ、クーポン。 作ったクーポンをここから選択してじゃあこんな感じでこんにちはクーポンですここからゲットしてねっていう風に配信をこう組み合わせることもできますそれぞれまあクーポンとかリッチビデオメッセージとかちょっと聞き慣れない言葉が出てきたかもしれませんけれどもそちらに関してはこれまた別動画でそれぞれ詳しく解説をしておりますので興味のある人はそちらからご覧くださいそして 最後、配信をするときは、これ、当然、配信ってボタンを押すんですけれども、やっぱりこう、テスト配信とか、下書きを保存しておきたいなっていうことがあると思うんですよね。送る前にちゃんとこれは送れるのかなということで、じゃあ実際に下書きを保存します。じゃあ、テスト配信をするってなったときに、えー、自分のみ、もしくは全ての管理者と運用者、えー、運用担当者の方に配信をするのか、これも選ぶことができます。なので、こちらも事前に配信をして、ちゃんと、えー、挙動が確認をしてから配信をした方がいいと思いますね。 はい。ということで、今回は LINE 公式アカウントにおける基本的なメッセージの配信の仕方についてお届けをしました。今回の動画が少しでも参考になったよとい方は、ぜひ YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。